ビューミマです。ビューミケカッパです。ビューミケのアップルです。江ノ島。はい、ということで僕たち島根から上京してきて、なかなか忙しくて時間がなかったんですけど、やっとね、こう3人でちょっと遊びに行ける時間ができちゃったので、今日は都心から行けるリゾートみたいな感じで江ノ島にやってきました。で、せっかくだしおソロコーデとかして来たいなと思って、今日はちょっと楽ちんで動きやすくなおかつ可愛いみたいなおソロコーデにしてみました。今回メガネも3人でお揃いの分をゲットしてつけてきたんですけど、もう今日は江ノ島のまあビログみたいな感じで街歩きをちょっとしてみたので、よかったら最後まで見ていてください。 DK チャンネルスタート。ポイントは白の上の服にレースがついてます。 T シャツが似合わないので女の子感を出して、デニムは追って使います。楽感を出したかったので黒のサンダルに白のトートバッグでラフがいいなと思いました。靴は2年ぶりくらいにサンダル履きました。いつもスニーカー極めてるんですけど、でも楽だなって思います。丸メガネです。周りまあ、白の T シャツとデニムで合わせようっていうことで、韓国っぽい T シャツにワイドパンツのデニムを合わせてみました。コンバースみたいな形の厚底シューズ使ってみました。あとは3人でお揃いのメガネをつけました。以上です。いやいつでも忘れないこの気取りよね。前行きなさい。マジで眩しい。先ほど私が撮ったフレームをこうつけるんですけど、めっちゃ秒でつけれる。イエーイ。江ノ島着いて橋渡ったらいろんなお店があるね。こんにちは、ちょうだい。かわいい。何？ねえ、でかすぎない？そんなの食べれないよ絶対。食べる余裕だって。ねえ、もうさ、一人ここにしようって書いてくる。マジやめてもらっていい？すごくない？さっきのところがよかったら気が合ってないようです。かわいい。こんにちは。恋占いします。かわいい。緑。じゃあ恋占いを開けていきます。超大吉です。超吉です。すごい吉。言っていいですか？じゃあどうぞ。恋愛運、新しい出会いが数多くあります。結婚運はビビッとくる人に出会います。金運は意外な収入が続きます。それはいい意味でしょうか？努力しなくても願い事が叶いますって書いてある。めっちゃいい。ラッキーカラーはシルバー。え、髪色シルバーなんですけど。ラッキーファッション、 T シャツとスニーカー。今日なんですけど、ラッキーフードはフルーツ。特に何も。ごめんなさい。今日行きます。恋愛運、一度離れるけど元さやに。ということ戻るんじゃない？結婚運、適齢期のうちに行けます。金運、生活で困らない程度の収入あり。願い事、努力すれば叶えられます。ラッキーカラーグリーン。ラッキーファッション、カジュアルで決めて。ラッキーユード、卵。卵大好き。言っていい？努力しなくてもうちは叶うって書いてあった。私やばくない？恋愛運は友達以上恋人未満の人が好き。結婚運はユーモアのある人選んで。ないですから。金運は財布を変えましょう。そしたらお金が増えます。願い事は2回に1回叶います。ラッキーカラーはオレンジ。ファッションは水玉。ラッキーフードは魚。今日食べます。幸せになります。はい、ということでご飯を食べに来ました。ちょっと今待ち時間なんですけども、あとちょっとであの行けるので楽しみに待ちたいと思います。うわー、
やばくない？ということで、ご飯食べ終わったのでまた歩いてどっかに行きたいと思います。サリがサングラスだから私も。3人はやばいからね。確かに3人でサングラスはカオスです。カオスですね。あら私夜市みたい、ね、夜市みたい。ソフトクリーム食べたくて。食べよう。食べる。いろんな種類がある。なんだろうこれ。湘南ゴールド。おばちゃんが作ってくれてます。いただきます。いただきます。食べてるやないかい。うまー。うまい。うまっ。くどいもの食べた時にめっちゃ欲しいわこれ。スカッとするね。うん、なんか癒しを求めてる人は本当にいいかもしれない、ね、海めっちゃ良かった。うん、気持ちいい感じ、うん、本当に都内から来れる静かなところで一番いいかもしれない、うん、結構マジで近かったんですよ。電車で1時間しないぐらいで来れて、大きいビルとかも全然ないから本当自然。地元と似てますめっちゃ、うん、上京して僕3ヶ月だったわ。2人はちょうど2ヶ月ぐらい。うん、2ヶ月くらい。どうですか？電車になれない。朝の電車マジきつい。人が多いね。もうレベチで、うん、普段さあんまつけないんだけどさ、うん、今日メガネもお揃いにした。どどんこんなさ顔まで揃えたお揃いコーデ久々かもしれない。やばい。それな。なんか昔とかダンス撮ってた時はめっちゃさ全部一緒のお揃いコーデとかしたけど、うん、最近マジしてなかったよね、うん、アポのメガネ新鮮かも。でもえ、これ一緒？まだね、自分一緒だからね、うん、ワイピンクのサングラスみたいな感じなんだけど。どう？どうですか？どっちがいいんだろう。めっちゃ便利。パカッパカッ。今日めっちゃこのメガネつけてて、まあ、皆さんも結構気になってたと思うんですけど、パカッパカッ。こちらジンズさんから出てるジンズスイッチという1本で 2way 画期的な新発想アイウェアです。メガネの上にプレートを重ねることでサングラスにもなる画期的なアイテムです。マグネット式だから手軽にこうやって着脱できます。秒だね。海辺とかだったりレジャーとか、うん、お出かけにはもってこいっすね、うん、これは。眩しくて見えんけんね。こうなるじゃんね。今日だってマジ夕日が眩しすぎて楽ちんだったもん、ね、これやるとやらない。よく見える景色が。感動したのこれ。カラビナ。あ、めっちゃわかる。ずっとカバンにつけてた。今日なくさないね。キーチェーンみたいなやつついててさ、それにこうケースついてて、上もこう押してここにシュッて入れれるからマジで素敵。なんか自分何が合うかなと思って、茶色よりもカラーサングラスがいいなって思って、今回僕ピンクのやつ選んだんですけど、友達にプレゼントとかでも絶対嬉しいと思う。あ、いいと思う。カップルとかでさ同じやつつけてたらさ、こうやってレンズだけ交換できてさ、確かにめっちゃ簡単にイメチェンできるからめっちゃいいかも。うん、付き合いっこなんかしたりしちゃってね。ゆうくんどうぞこちらのジンズスイッチの詳細は概要欄をチェックしてみてください。アミネマソフケ。はい、ということで今日の動画がいいなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。以上 PK でした。バイバーイ。